皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回は横浜ロフトにて開催されているコーペンちゃん花丸らんまんポップアップストア、こちらで、購入してきた商品の紹介をしていきたいと思います。ちょっとね、今回購入したものは少なめなんですけども、可愛く、すごく可愛い商品なのでね、皆さんにお届けしたいなと思います。じゃあ早速スタートしていきましょう。はい、じゃあまず1つ目、こちらコーペンちゃんの、ノベルティだね。これは2200円以上のお買い上げでもらえるノベルティになっております。こちらはこのようにステッカーになっているので、剥がしてシールのように使うこともできます。僕はね、早速これもうね貼っちゃってたんだよね。自室のそのコルクボードみたいな部分にこれ貼っちゃってたから、ちょっと見栄えがねすごく汚いんだけどもうね、可愛すぎて、あまりの可愛さでもう早速使っちゃってたんだよね。というかそもそもね、今回は買ったグッズがすごく少なかったから、そもそも動画にしないかなって思ってたんだよね。動画にしたとしてもこんなに少ないグッズだったら、なんか逆に皆さんに申し訳ないなと思って、やっぱりね、いっぱい買うから面白いのかなっていうのが個人的にあるので、すごく購入したグッズの数が少なかったから動画にしなくてもいいかなと個人的に思ってたんですが、まあだからこそこれ貼っちゃってたんだけどねでもやっぱりすごく可愛い子たちだったので、やっぱりお見せしたいなという気持ちなので、できればね最後まで楽しんでいっていただけたらなと思います。さあ、そして来ました、こちらひまわりコーペンちゃん、お迎えやっとできた。ひまわりひまわりわーいかわいい。コーペンちゃん、お日様大好き、ひまわりコーペンちゃんマスコット。いやー、ひまわりちゃんをついにお迎えすることができました。しかもね、やっぱり横浜ロフトはひまわりがいっぱい咲いてる素敵な癒し空間だったので、そのひまわりがに囲まれた中でお迎えできたひまわりちゃんなので、すごく僕としてはね、思い入れもあるしね、可愛いなと思います。お顔の厳選もしたんですよね。どうですかこのお顔、めっちゃ可愛いよね。なんかね、この少しこう傾いてる感じになってるのか、少しこう首かしげてるような、感じの子を選んだので、ちょっと子供みたいな顔をしてるよね。すごく可愛いそれがでね、物によってはこのスカーフっていうのかな、このね首に巻いてるもののこの三角の部分の位置がこう違った、おー大丈夫、三角の部分の位置が違ったりとかね、巻き方にも結構ばらつきがあるので、本当にこれはこだわり抜いて選んだ子になります。皆さんもね、ひまわりちゃん持ってる場合はこの部分見てみてください。結構ねここら辺に三角の部分が来てたりとか、こっちに来てたりとかってするので、いろいろありますね。やっぱり個体差があり、あるんだなと感じましたが、でこれね、ひまわりのステッキかわいいね。ひまわりの種は一つ一つはないか、さすがになでもね、このひまわりのバッグがまた可愛いですよね。これ可愛いな、ひまわりの種後ろを見てみるとこんな感じだね。これはほどけないかな、ほどけはしないね。しっかり縫い付けられてる感じかな。あ、一応、あ、すごい、こんな感じで外すこともできるんだ。あー、これはこれで可愛いなスカーフがないバージョンもすごく可愛い。へー、すごい、これ皆さん知ってました？僕は今知りました。へー、かわいい、すごい、こんな仕様になっていたとはね。背中の紐とかはさすがに外れ、一応ここまでは取り外せるか。ひまわりの種部分がもう、ね、縫い付けられてる感じになるかいいね、かわいいな。あれあれ、どんな感じになってましたっけ最初、あれ どうなってた、こうか、あ、こうだねひまわりの種、これ食べてるのかな、お腹空いたらこうやって、あ、食べてるのバレないようにこれ、ま、隠してんのかなこうやってもひ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 食べてそうだよね。おいしいおいしいって、へー、かわいい、ずっと遊べるわこれ、見てられるひまわりもこれしっかりモコモコしててかわいいですね。へー、すごいかわいい。いや、やっぱりね、コーペンちゃんとこのひまわりの組み合わせって個人的にも神だなと思ってて、やっぱり可愛いよね。コーペンちゃんとひまわりってすごく相性バッチリだなって思います。
やーかわいい、お迎えできてよかったな。このひまわりコーペンちゃんってね、新登場した頃ってすごく人気で、花丸ステーション、花丸ストア、そしてコーペンちゃんのお店屋さんともにどこでももう売り切れ続出だったので、もう買えるかが不安だったんですけども、いやー無事ご購入できてよかったな。これからよろしくね、ひまわりちゃん、お供のコーペンちゃんと仲良くしてあげてね。さあ続いてこちら、めっちゃかわいい、これかわいすぎるな。シュノーケルのコーペンちゃんだねこれこれ面白いしかわいい。なんて言うんだろう、正式名称はコーペンちゃん夏の海シュノーケリングな、手のひらマスコットっていうのか。シュノーケルのコーペンちゃん、これめっちゃかわいいよね。このスタンプ LINE のスタンプでもあるんですけども、これよく僕使うんだよね。かわいいよねこれ、こう目がね、なんかゴーグルによって際立っちゃってて、すごく面白い目だよねこれ。しっかりそこも再現されててかわいいな。この子ゴーグルがねかわいいから、見えるこの目がすごくつぶらな瞳が妙に愛くるしい、かわいすぎる。いやーかわいいね。大きさ的にはね、さっきのひまわりちゃんと比べるとだいぶ小さめな子なんだよね。比べるとほらだいぶちっちゃい、うん、ちっちゃいからこそかわいい。でもおともちゃんと比べるとだいぶ大きいっていう絶妙なサイズ感になっていますね。これかわいいな。目がやっぱり一番かわいいよね。シュノーケルのコーペンちゃん来てくれてありがとう。この子と一緒に夏の海行きたいよね。泳いでそうだよねこうやってかわいすぎる。いやほんとね、 LINE でいつも使ってたスタンプだったから、もういつかぬいぐるみ化してくれないかなとずっと願ってた商品だったので、もうこれは即買いだったねこれからよろしくね、シュノーケルのコーペンちゃん。泳いでる泳いでるさあ続いてはこちらになりますね。これはね、横浜ロフトで買ったわけじゃないんですよね。京都に行った時に京都のお店屋さんで実はこっそり購入していたものなんですけども、はい、クリアファイルだね。クリアファイルになります。今はこの難関クエストの一つ一つがカードになったノベルティがね、コーペンちゃんのお店屋さんとか花丸ステーションとかで購入するたびにもらえるからね、それも欲しいんだけど今ちょっとなかなか行けてないからね、一応これ買ってたんですが、いやー今からでも間に合うかな。このクエストカードもぜひ欲しいんだけどね。はい、まあ、これめっちゃ可愛いよね。一つ一つのクエストが本当に可愛いんだよね。難易度布団から出る、朝布団から出る、難易度5えらい、いいね。で歯磨く、難易度5、えらいで、家事をする、難易度6、すごい。やっぱりね、料理作るのは難易度が簡単そうに見えてすごく難しいからね。やっぱりたまにする料理と日々日課になってる料理だと難易度が全然変わってくると思います。うん、普段から料理を毎日毎日、しかも仕事の前にも料理ちゃんとできている人って本当に尊敬します。コーペンちゃんなんかは偉いよね。こうやってすごく切るのうまいしはい、そして出勤する、難易度6、すごいよね。出勤してるコーペンちゃん寝てるけどね寝ながら出勤してるコーペンちゃんもすごいけど、出勤が本当に大変だからね。やっぱり朝家から出るまでの時間って本当に憂鬱だと思うから、すごく偉い。で職場にたどり着く、難易度6、すごい。職場すごい華やかな職場でいいねあ、しっかり起きてるね、ネクタイも締めて、すごいいいね。職場にたどり着くのがどれほど大変なことか、こりゃ花丸なんだな大変だったであろう。すごいよねこのクエストカード、この朝の難関クエスト、ルルテアさんのツイートから、派生したものになりますけども、本当にこのシリーズ大好きです。はい、という感じでね、クエストカードが僕はお迎えできるかちょっと今危ういところだから、せめてこのクリアファイル買ったっていう形になります。これもね、一つしか購入していなかったから紹介するか迷ってて、今までは紹介してこなかったんですけども、せっかくだからね、横浜ロフトの、商品と一緒に紹介させていただきました。この子たちと一緒にね、合わせて紹介させていただきました。じゃあ今回はね、お迎えしたのこの子たちだけだったんですよね。なのですごく少なめになっちゃったので、本当はね、動画作るつもりはなかったんですが、せっかくだからでもやっぱお見せしたいっていう気持ちもあって
動画作らさせていただきました。やっぱりね、動画出すからにはなんか爆買いしなきゃいけないみたいなのが個人的に少しそういう気持ちもあってですね、こういうちょっとだけ買った商品とかって今まで見送っちゃったこともあったんですよね。ちょこちょこお迎えしたりとかはしてたんですけど、それをそんな一つ二つのために動画を作っても申し訳ないかなっていう気持ちがあって見送ることも何度かあったので、でもこれからはせっかくだから動画も出していいかななんて思ったりもしてます。ちょっとの商品だったとしてもね、こうやって紹介していいかな、なのでまあこんな感じで一応今回少ないですけど、グッズ紹介になりました。いやでもすごく可愛いコウペンちゃんだからすごく大満足です。見てくれてありがとう。じゃあこんな感じで今回は終わろうかな。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。また他の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。